岩田誠は最高裁判所判事。東京都出身。1925年、東京帝国大学法学部卒。東京高等裁判所判事や、静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所の所長も歴任した。派と派としての評価が高かった。1947年、最高裁発足と同時に最高裁判所調査官となる。 松川事件の無罪判決のきっかけとなる、すわメモの存在を指摘。朝日訴訟では、多数が原告の死亡による訴訟の終了を認めたのに反対し、訴訟の継続を認める意見を述べた。1964年8月に最高裁判事となる。大梅事件では、裁判長として第一審並びに、第二審の有罪判決を覆した。 最高裁事務総長や高裁長官経験者以外で現場裁判官から初めての最高裁入りとなった。悪徳のハエ受験では、わいせつ物反布等の罪に当てはまるかは、著作物の公表で社会が受ける芸術、思想、学問的な公益とわいせつ性による弊害等を比較して考えるべきと意見を述べ、この場合はわいせつ性による弊害の方が大きいと判断した。 全農林系食法事件では、警察官職務執行法の改正に反対するという政治目的の葬儀行為は、全農林労働組合の一員としての勤務条件改善のためでないため、労働基本権の行使とは言えないと意見を述べた。最高裁において裁判長として1972年6月15日、ナバリ毒武道士事件の被告、奥西マサルの上告を棄却した。 これにより、奥西の死刑が確定判決となったが、奥西は冤罪を訴えて、生前9度にわたる再審請求を起こし、死刑確定から43年間にわたり、死刑執行が見送られ続けた一方で、再審請求も認められることなく、八王子医療刑務所で死亡した1972年11月に、定年退官。1973年、訓一等髄法省を受賞。 abcdefghijkl 岩田誠とはことバンク2017年8月19日閲覧 abcdefgh 岩田誠とはことバンク2017年8月19日閲覧ありがとうございます